お帰りなさい。こんな朝まで何してたんですか？電話何度もしたんですよ。それでも出ないから心配でお家まで来ちゃいました。ずっとここで？はい、そうです。昨日の夜からずっとあなたを待っていました。おかげさまでずぶ濡れです。ほら見てください、あなたのために着た下着も全部透けちゃってます。大変だったんですよ。通りすがりのおじさんに変な目で見られたり、やんちゃそうな男性に話しかけられたり。私の体はあなただけのものなのに、これも全部あなたが早く帰ってこないからです。彼女を待たせるなんて彼氏として最低ですよ。分かったら早く私を抱きしめて温めてください。傘を放り出してごめんなさいごめんなさいと謝って、そして一緒にお風呂に入って一緒にお布団に入りましょうね。それから熱いキスをしましょう。あんな浮気女のことなんか忘れさせてあげる。え？知らないと思ってました？知ってますとも。あの女が誰なのか、一緒に朝まで過ごしたホテル名も部屋番号も全部知ってます。それなのにここで待っていたのはあなたに罪悪感を持たせるためです。あなたのせいで愛しの彼女がこんな姿になってしまいました。風邪をひいたら責任取ってくださいね。でも本当に悪いのは誘ったあの女です。後で彼女には教えてあげます。私の彼氏に手を出すなと。なんなら今からツーショットでも撮って送ってあげましょうか。もちろんあなたのアカウントからね。それにもしあなたの意思で浮気していたとしても、私は絶対にあなたと別れてあげません。世の中には浮気が原因で別れちゃうカップルもいるそうですが、それは本当の愛でつながってないからです。私とあなたは本当の愛でつながってる。そうですよね。だから浮気してもあなたは私のところへ戻ってくる。そうなってるんです。それが私とあなたの運命なんです。二度と私を悲しませたり寂しくさせないでください。あまりあなたに暴力を加えたくないんです。でもわからない人にはしつけてあげないと。私も甘かったことは反省します。好きなら好きということを心と体に刻み込まないといけないですよね。私はあなたの彼女で、あなたは私の彼氏なんですから、つなぎ止める努力というやつです。だから抱きしめて、あなたが冷やした私の体を温めて、つなぎ止める努力を体で示してください。抱きしめろ、耳元で愛してるって言え、早く。うん、よくできました。私も愛してるよ。じゃあ鍵開けてくれるかな。さすがにずっと濡れたままはしんどかったな。あなたのためなら何でも我慢できると思ったんだけど、私頑張るからね。ああそうだ、今度は合鍵作らないとだね。あと連絡はすぐ返すこと。わかった。もうこういうことしちゃダメだよ。